温絶整体光信です。今日はね、膝の裏側を押さえるのと、太ももを押さえていく方法をやっていきます。まあ、いわゆる、まあ、ハムストリング筋ってやつですね。大腿二頭筋と半筋半膜腰筋っていう筋肉があるんですけども、そこでしっかり緩めていく動画になります。で、今回ね、特に膝裏をしっかり押さえてあげた方がいいんです。で、皆さんね、膝裏をしっかり押さえないと、そんな怖いから押さえないっていうパターンの人と、しっかり押さえてあげた方がいいっていう考え方があるんですけども、悶絶整体では膝裏をしっかり押さえるようにしてます。で、どこを押さえるのかなんですが、まあ、今日のモデルさんはね、ズボン履いてもらってるんで、またね、男性のモデルでね、短パンとか履いてもらってまた撮ろうかなと思ってますから、今回はね、ちょっと、簡潔に説明していきます。膝を曲げて、膝の真ん中側のところを指でこういうふうに押さえていきます。見えてるかな、見えてますね。ここを曲げて、曲げたところでここのくぼみの部分、液化、まあ、膝裏ですよね、本当に。で、そこのところを真下の方向に力をこう押さえていってあげて、押さえるんです。わあ、めちゃめちゃ効く。で、これを真下に押さえる、もしくはこう内側、こういう方向とかに押さえるように僕はしてます。こうだとね、一番よく効くんですね。こうとか、あとこう斜め45度、この方がよく効きます。でも、あんまりやりすぎるとね、モデルさんね、痛がっちゃいますから、反対側やりましょう。こっち側もね、ここを押さえて真ん中で、指の方向はね、この時はね、こうこうですよ。こうします。こうだとね、痛すぎて耐えられません。指の方向はこうで、ここ、こんな感じでございます。太ももをここの肘で押さえていきます。で、この肘の置く場所がちょうど太ももの真ん中の筋、わかりますか。ここにちょうど、ここが、ここからこの辺が当たるように肘を置いていきます。こういう感じで、ここに置いた状態で体重をかけるんですね。真下に体重をかけていきます。こう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 で、特に一番硬くなる場所っていうのが、太ももの付け根が硬くなる人もいるんですけど、お尻の付け根が硬くなる人がいるんですが、大体ね、この真ん中のところ、真ん中から膝の下のところまでが硬くなってくる人っていうのはね、とっても多いんですね。だからね、こことかここを集中的に押さえてあげてください。で、特にね、座り仕事の方っていうのは、ここにね、椅子にずっと体重がこうかかって、ずっと座って、硬くなる人が多いんです。で、特にね、この太もものこの辺、右足も特にこの辺ね、が、座り仕事の人だったりとか、あとトラックの運転手なんかが、この辺がね、ガチガチになる人が多いです。なのでね、ここをね、しっかり緩めてあげることが効果的です。で、肘でね、ここをしっかり緩めてあげた後は、上から指を筋肉の方向に指を沿わせて押さえるわけですから、この中にコリコリしたものがあるんですね。ある程度やってる人だったら、この筋肉コリコリしたやつで、そのコリコリしたやつを、逃がさないようにして、その下の骨に押さえつけていくのが悶絶整体というふうに言ってましたから、今コリコリした分を逃がさず捉えました。で、その下の骨に今押さえてます。で、この状態をね、僕は筋肉を捉えるっていうふうに言ってるんですけども、その時に、その後に体重を乗せていくんです。痛いよね。解説していくと、ここの筋肉のコリコリしたところ、分かりますよね。そのコリコリしたところを逃がさないようにして指で押さえて、で、指で押さえたところに、もうこれ逃げない、もうこの手首が動かないような状態にします。で、ここをね、よく、まあ、手首を返すとか言って言うんですけども、そこに体重を乗せていく。あーいうね、モデルさんあーって言いましたけど、そうなんですね。これを、モデル世代の動画見てる人では、結構素早くバッ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 ってやってるのをゆっくり解説しちゃうと、ね、めちゃめちゃ痛いんですよ。で、まあ、初めのうちってね、誰もそれできないと思うので、もう一回説明しますね。筋肉で、もう一回、真ん中のところに、ちょっと軽く押さえ込んだらコリコリしたところがあります。で、そのコリコリしたやつを指先で逃がさないようにする。で、その下に骨があるような状態。前もね、前回も説明したように、骨の上に筋肉を置いて、それを指で、それもこういう風な指の角度ではなくて、こういう風な指の角度、縦に沿わしていくの方向でグッと押さえる。で、これで逃がさないよう
した状態で、あとは体重を乗せるだけなんです。で、もう少し噛み砕いて言うと、脂肪があって筋肉があって、脂肪があって筋肉があるので、まずね、軽くね、指をね、押さえ込み、手首で押さえ込みます。で、そうするとね、筋肉しか触れなくなるんです。で、普通のマッサージだったらこれぐらいでね、結構ね、終わってたりとかします。気持ちいいでしょ、これ。もゆるさん気持ちいいみたいです。で、ここの状態でこの押さえ込むと、ほら、硬いのがあったりしますよね。で、この硬いのを見つけて、普通これだけで終わっちゃうのが普通のリラクゼーション系のマッサージなんです。で、うちのその悶絶整体はその凝ってるやつを捕まえて、その下に骨があるんですよね。その骨に押さえつける。これでも今効いてると思います。はい。はい。で、さらにそこの効いてる状態にさらに体重を乗せていくんです。わかりますかね？肘も一緒。肘で押さえていくときも、まずこのコリコリしたやつを押さえました。これ逃がしません。で、この状態で体重を乗せていく。ああ、これ解説聞きながら受けるとね、めちゃめちゃ痛いんですよ。ああ、そうなってんだと。今まで知らなかったことを知ってしまうと、痛みが増してしまうんですね。なので、ね、まあ、そういうふうに押さえていってます。で、それをね、上から下まで押さえていって、膝の、まあ、ちょうど曲げたところの、5センチ手前ぐらいまでしっかり押さえていきます。で、あと、真上からまっすぐ押さえていくのと、あとね、内側のね、半腱、半膜腰筋の方、こっちにもね、コリッとしたね、筋があります。これはね、斜め45度で指でやっていきます。斜め45度の方向にこう指を入れた状態、ほら、もうこれでね、もう効いてるっていうのが、ね、もうあのモデルさん思ってるんだけども、この状態でね、筋肉のコリコリしたものを逃がさず、大腿骨に向けてね、押さえていくんですよ。で、これをこうやって逃がさないように、あ、掴みました。掴んだ状態で、斜め45度でも、これでも効いてるんですけども、さらに体重を乗せていく。乗せていく。乗せていく。で、これが、初めは探して、筋肉コリコリして、あ、これどれだ、どれかなと。あ、見つけました、先生。じゃあ、ここを押さえて、骨に当てていく。これでまず十分効くんですけど、さらにそこに私は体重を乗せていくんですよね。で、これが慣れてくると、僕の悶絶整体の動画みたいにこうやってスピードが速くて抑えていくことができます。だから僕が丁寧にするとめちゃめちゃ痛いんですよ。っていうのは分かっていただけたかなと思います。ね、痛かったですね。はい。あまりやっちゃうとね、あまり強い方ではないので、モデルさんは、これぐらいにしときますが、とりあえず、まあ何回も言ってますけれども、骨の上に筋肉を抑えて逃がさないようにして抑えていく。これが悶絶整体です。で、太ももの、ね、やり方は今の状態です。なので、それをね、意識しながらやってもらえればなと思います。もう一回いきます。言います。筋肉を触って、押さえ込んだら硬い、ちょっとコリコリしたやつがあります。で、それを押さえて逃がさないようにする。それもコリの頂点をね。で、それも、筋肉はこう走ってますから、それを上から押さえる。これでもう逃がさない。で、これで指の方向にこう真下に押さえる。ちょっと逃げちゃった。分かったよね。というふうな感じで押さえていきます。で、これがね、悶絶整体のね、ふくらは、太ももの押さえ方と肘、膝裏の押さえ方でした。これをね、まずね、見ながらね、またちょっと練習してみてください。また分からないことなどがあればね、コメント欄にね、記入していただければ、もう、こうしてほしいとかいうのがあれば、お願いします。では、以上、悶絶整体、みつとこでした。